ムールトリー軍はアメリカ合衆国イリノイ州の中央部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は14,846人であり、2000年の14,287人から3.9%増加した。軍庁所在地はサリバン市であり、同軍で人口最大の都市でもある。軍名はサウスカロライナ州のウィリアム・ムールトリーにちなんで、 名付けられたが、地元では、モールトリーのように発音されている。ムールトリー軍は1843年に、シェルビー軍とコールズ軍の一部を合わせて設立された。軍名は、サウスカロライナ州の将軍で、後に知事になったウィリアム・ムールトリーにちなんで名付けられた。ムールトリー将軍は1776年に、イギリス軍の攻撃から、サリバン島を防衛していた。 その場所は後にムールトリートリデと改名された。ムールトリー軍の近くにあるジャスパー軍は、やはりサリバン島の防衛で英雄になったウィリアム・ジャスパー軍僧にちなんでいる。軍の公式軍機はムールトリーフラッグであり、ムールトリー将軍がサリバン島を防衛した時にトリデに翻っていたもので、ムールトリー自身がデザインした。南部の自由の象徴的なものになっていた。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は344.48平方マイルであり、このうち陸地355.94平方マイル、水域は8.53平方マイルで、水域率は2.48%である。近年、軍庁所在地である、サリバン市の平均気温は1月の下市19度から7月の下市87度まで変化している。 過去最低気温は1915年1月に記録された歌詞26度であり、過去最高気温は1936年7月に記録された歌詞111度である。月間降水量は2月の1.89インチから6月の4.05インチまで変化している。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ムールトリーグン,グンクズ、ムールトリーグンは 下記八つの軍区に分割されている。ありがとうございます。